結局タクシーで送ってもらった駅から電車に乗ることもなく、ホテルに戻ることもなく、そのままトンボ帰りで俺は元の町へと戻った。尾行を警戒したのではない。それはもう完全に気にするのをやめた。それよりも気にするべきことがあった。戦国なでこの壊れ方だ。失踪した娘の手がかりのようなものが見つかった。電話で話せるようなことではなく、あなたたちの判断もお聞きしたいので、今から言う場所に来ていただけないかというようなことを、とても遠回しに、つまり遠慮気味に、しかしそれなりの断りづらさを織り込みつつ、俺は言う。さて、なんだこりゃ。